なんかバンズも買いましたか。コーヒー豆。え、冗談ですよ。いや、本当ですよ。え、本当ですか。すげえ。これコーヒー豆。香りとコクをめちゃめちゃ出してくれるんで、僕がニューヨークにいた時に食べたハンバーガーのバンズがコーヒー豆入ってて、これすごいなって思ってたんで、まあ、大会がなかったら作ってなかったですけど、大会があって悔しかったんで、はいはい、ちょっと作ろうと思って、はい、ちゃんとやってたんで、大会をきっかけにメニューガラッと変えた感じですか。メニューもガラッと変えましたね。パティの仕込みとかもいろいろ試行錯誤しながら、前回大会前にインタビューでお聞きした時には、はい、マティーニバーガーの特徴は肉がとにかくでかいことだとおっしゃってたんですけど、あ、もうそんなことないですね今改良して、なんか今改良してバランスですね。肉がでかければいいっていう話じゃなくなったんで、うんうんうん、バランスっていうのはパテとバンズとソースと野菜と。そうですね。お二人はお釣り合いなんですか。宮下公園でたまたま焼いてて、あれがそれで仲良くなったんですか。それでいろいろハンバーガーとかしてて、面白いですよね。なんかあんま見ないじゃないですか、クリッパーズ以外でこうハンバーガー焼いてるので、うん、確かにそうですよ、ね、だからなんか新鮮ですよね。僕が理想としてるこの裏のカリカリっていう感じが毎回違うんですよ。ああ、なるほど。そのバンズ触っただけで分かんないところがあるんで、うん、それを目と手で判断してこんぐらいかなみたいな、うん、触って確認して触ってここ結構カリカリになってるんで、どうぞどうぞ。お、確かに分かります。分かります。ちょっと水分を与えることによって外側はカリカリで 中がふわってなるんですよ。ああ、なるほど、すごい。確かになんか香りしますね、バンズ。そうなんですよ、コーヒー豆のいいコクの香り。結構コーヒー好きなんで、なんか楽しいんですよね。バラ君は前の動画でバンズ分かんなかったそうです。でもやっぱりこう美味しいの焼こうと思ったら、やっぱりこう手とかで目とかで判断できないとうまく焼けないんで、僕も結構バンズは苦手ですね、焼くの。オニオンは前までやちょっと焼き置きとかしてたんですけど、それじゃあつまんないなっていうことで、肉を焼いてる時にそのオニオン出て、その肉汁旨味をオニオンが吸ってくれてバランスを整えてるって感じ。なるほど。めっちゃいい感じじゃないですか。めちゃめちゃうまい。なんか僕が知ってる頃と変わってるとこがほとんどなんですけど、めちゃめちゃいい意味で美味しいです。山本さんはマティーニの出身ですね。はい。うわ、バンズだ。また美味しい。なんかコーヒー豆入れてるらしいです。今さっき聞いたんで、僕もチーズもチラーがすごい濃い。めちゃめちゃ肉々しいですよね。うん、美味しいっす。まず3種ぐらい挟んで、それに。うん、肉もうまいですけど、バンズがめちゃめちゃ感動しました。ちょっとバンズどこ？仲いいベーカリー屋さん。その時はずっとサンワローラン使ってたんですよ。でもなんかバンズと肉も丸ごと買えないとなって自分の中で思って、このベーカリーさん行った時に2時間ぐらい話して、どういうバンズが欲しいのみたいな。最初めんどくさいみたいなこと言われてたんですけど、なんかいろいろ話して、じゃあやるわみたいな感じになって。マヨネーズした方がいいじゃん。マヨネーズですか。前はもうそれ結構酸味が、それエスノフード。マヨネーズ何？マヨネーズ自家製作った。あ、そうなんだ。すごい。バンズのいい感じの香りがマヨネーズで流れてる気がする。これがちょっと思って返してみたいな。さすがっす。マヨネーズ、パテチーズ、オーロラソース、
トマトグリーンカール。で、上のクラウンそのまま。ちょっと、やりますで。なんとなく、トドさんの見たいことが分かります。バンズは何も埋めない方が、この中、いい感じのバンズが生きるけど。口当たりが全然違いますね。ね。大丈夫大丈夫。もう見た感じでもう分かる。プロじゃないですか。プロ。プロプロ。全然違うですか。うわ全然違うだろ。違うものになる。いい悪いじゃなくて、それは形は変わるよ。まあそうです。うん、全然違います。ムさん例えばこれにエッグ入れるなんてどこにあります。じゃあ、エッグはどこに入れる。僕やったら。僕だったらレタスの方がいいと思うんです。うーん一番上これはやっぱエッグへの思い入れがあるからそうなんじゃないか。そうですね。でもエッグ噛んでから葉っぱ下に出てくるの結構気持ち悪いよ。いやなんか夏だろ穴掘っていってエッグの層抜けた後にグニャっていうの出てくるとちょっと違和感みたいなのあるかもしれない。うん俺だったら多分チーズの上でソースの間かな。まずトンゾー君と同じこの感性を得るには前歯をスキッパにしなきゃいけないですね。スキッパの人と違うからね。噛み応えがじゃあ明日削ってきますか。でも好みだからこれなんかやっぱり俺はこれが好きなんだっていうのをその人はお客さんが好きなんだから。ここに A 入れたら叶いだね。それずっと思ってましたよ。完全に意識してそれ来てくれたのかなと思って。最後の愛を愛よりは叶いじゃないですか。愛確かに確かに確かに。ね、確かにではそんな感じで。ではそんな感じで。はい。スキッパーズチャンネル。今日は平和に終わりましたね。ありがとうございました。というわけでマティーニバーガーでした。はい。ごちそうさまでした。はい。ありがとうございます。ただ届いたバンズ切ってるだけでいいの、届いたパテ焼いてるだけでいいの、出来合いのソースかけてるだけで、それで本当に修行になるの、来るお客さんさばいてるだけでハンバーガー屋さんできんの、人がいないところにお客さんを呼んでくれる、そんな技をさ一緒に考えようよ。塩見スキッパーズはあなたを待ってます。